ります。まず最初はですね、おいまたかよということでございまして、こちらこれやばいな、このニュースは本当にね、中国軍機また異常接近ということです。防衛省は11日東シナ海の黄海上空で同日午前11時ごろと正午ごろ、航空自衛隊の YS-11EB 電子情報収集機と海上自衛隊の OP-3C 画像情報収集機が中国軍の SU-27 戦闘機2機の異常接近を受けたと発表しました。30から45メートルまで接近しました。中国軍機の異常接近は5月24日以来2回目で、外交ルートを通じて中国側に厳重抗議しました。まあ、本当にこうなんていうかな、このバカは本当どうしたらいい、どうしてやったらいいかなっていうぐらい僕はもう頭にきてるんだけどもね、まあその防空識別圏というふうに彼らが勝手にそのガーッと引いてきたわけだけども、これ我が国のその防空識別圏の中ですね。これ皆さん見ていただきだと見ていたら、これね、赤の部分が中国がこれ、まあ設定してきた防空識別圏、去年11月で、古来日本が防空識別圏としてきたものが青のラインですね。でここのこの真ん中の状況状態の中でこう接近してきて、まあ結局彼らが、自分たちの防空識別圏はここだということをですね、まあ主張せんがためにこういうことをやってきたということなんだけども、まあこれが、ここのタイトルに書いてあるけども、識別圏の既成事実化を図るというふうに出てますね。まあこれがそういうことなんですけれどもね。で SU-27、中国軍の最新鋭の戦闻機、まあこれ2種類がありましてですね、まあロシアからもともと買ったもの、ライセンス生産をきちっとしたものと、もう一つはですね、中国が勝手にですね無許可で、これをコピーして作ったバッタモンがあるんですよ。これバッタモンの方だったら危ないんですよ。これ信用できないですからね。まあもともと中国製のもので信用できるものは何もないから、そういう意味でその中の戦闘機飛行機っていうのはもうこんなもんで、これ近づいてきて、もしそのぶつかったりしたらどうなるんだろうかと。でぶつかって起こったというのは、まあ前にもゲストで来ていただきました佐藤守元空将のお話でもありましたけれども、かつて南シナ海でですね、アメリカ海軍の EP-3 というこの航空機、まあもちろん今回もですね、海上自衛隊はその派生型の OP-3C という画像の収集機、画像情報収集機を飛ばしたわけですけど、アメリカ海軍の場合は電子戦の航空機哨戒機ですね、 EP-3C、 これを飛ばしておりましたところ、中国海軍の所属しております F-8 というこのバッタモンの飛行機がですね近づいてきまして、で、近づきすぎちゃってガツンとぶつかってしまった。で4発のプロペラを持っておりますまあこの P-3C 型機はですね、まあ、安定しているということで、海南島に不時着をできたんだけれども、これ中国軍機の方は墜落してパイロットが亡くなったってことがあったんですね。でまあこれ佐藤守さんのお話によりますと、このパイロットっていうのは札付きのもので、まあ、2度3度同じことを繰り返してきたということで、ちょっとマークされていたまあ、パイロットだったということだったんですけども、なんとこの、ニュースの後にですね、今日出てきたニュースはですね、この航空機が前に異常接近したのと同じ航空機だったってことでね、多分これパイロットも同じだったんじゃないかなと思われるんですね。でまあ確かにね、あの腕が良くなければこの異常接近っていうのはやっぱ難しいですよ。これは私はもちろんそのジェットの操縦桿を握ったことはないけれども、まあ、理論的なさまざまなその私が今までこう見聞きしてきたもの、取材してきたものの中でいけば、当然ながらこれ難しいわけで、しかもそのSU-27という中国空軍の最新鋭機に乗れるパイロットっていうのは腕もいい。だから自信を持ってこれ近づいてきてるのかもしれないけれども、衝突事故の可能性というのは極めて高いわけで、とにかく何かそのよからぬことをやった時に、ね、本当ぶつかる可能性がある。まあ特にその F-15 にもこれ接近してきたなんて話あるけれども、うん、この時もまあね、非常にこう危なかったというような話もあります。まあ、いずれにしてもこれ一触即発っていうのは、中国がこういうことをやってくること、これを容認する、放置することっていうのもできないわけでありまして、
南シナ海におけるその中国船とベトナムの漁船の衝突事故のように明らかに中国がぶつかってきているにもかかわらず、中国側は平気な顔をして嘘をついてベトナム側がぶつかってきたということを言い張る。この状況が空でも同じことが起こるわけです。我が国のこれ中国側からの発表を想定するとですね、我が国の防空識別圏内を飛んできたその航空自衛隊、日本の海上自衛隊、航空自衛隊の航空機がぶつかってきたということをその言いかねない。とにかく朝起きておはようございますと言った瞬間から嘘をつく連中ですから、もうこういう連中がですねやってくることってのは想像できるんです。一触即発のもう私はこの境界線を越えた形でいつ武力衝突が起きてもおかしくないような状況に私はもう入っていると思います。そんな中で、ね、これ航空自衛隊が本当臨戦態勢で臨んでいかないと、これ犠牲者が出てからでは遅いので、ありまして、とにかく私から言わせれば護衛の戦闘機をつけてやられる前にもうやっちまうというぐらいの覚悟を持って臨まなければ彼らは必ず何らかの形で危険行為をエスカレートさせて、でそして事故につながる。その事故が起こった時は全ての責任が日本にあるというような形で、非常にまずいことになるということですね。今のアメリカの状況を見るとどうもそのアメリカのこの及び腰、この状態がですね中国をさらに助長させることにもなりかねないっていうこともありますから、俺はね我が国はもう毅然とした態度で臨んでいかなければならない。30メーターってね、ごちゃんね、はい、すごい近いですね。近いよ。あのプールってさ、はい、小学校中学校の時はプールって25メーターね、向こう立ってる人間の顔見えるんだからさ、はい、そういうのちょっと先でしょ、顔見えますよこんなもん。これ本当にね、まあこのなんだろうな、このやっぱ諸悪の根源というのか、もう世界のこの異端児、世界の揉め事発生源、本当にこのどうしようもない国だなと思いますけどもね。だからやっぱりこういう国がね、この隣にある、これはもうね避けられないんだね。あっち行けっちゅうわけにいかないし、日本がどっか引っ越しするわけにもいかないし、これと向き合っていかなければいけないんでね、もうそうするとね、これ我が国が毅然とした態度で接するしかないということですな。まあ本当にね、もうめちゃくちゃな国だな、これはもう僕はねアジアの国々と、しっかりと連携をして集団的自衛権を結んで、集団でこの中国に、立ち向かっていくっていうことが必要になってくると思います。はい。チャンネル登録もよろしくお願いします。